おはようございます。おはよう早速どこ行かれるんです？今日は南関東出社エリアの数々の仲間の局長さんたちに会いに行きます。楽しみです。あの佐藤さんがガイドマンだ。よろしくお願いします。お世話になります。遠くまでありがとうございます。おはようございます。おはようございます。朝からよろしくお願いします。お願いします。つけば20年前に走られてたっていうことだったんで、私20年前は多分さすがにつくば走ってないのでバイク乗り始めたぐらいなので、車とバイクちょっと違いますけど、でもまさかの先輩ですよね。先輩に出会えた。先輩に出会えた。皆さんおはようございます。お忙しいのすいません。日本郵便ハードドリームの監督を務めます木島です。いつもありがとうございます。今日はですね、岡崎選手とですね一緒にこの神奈川県エリアを皆さんにご挨拶ということでお話しいただいております。我々のこのモータースポーツのレースの活動はですね、皆様のこのお仕事を日本の文化だと思って我々いろんなところに広めていくために活動させていただきます。今日も一日は完全にぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。お待ちしております。日本郵便ホンダドリームというチームから全日本ロードレース選手権に参戦しております岡崎静香と申します。事故なく今日一日これからも笑顔でここに求めてこれるようにちょっとお気をつけて安全に走られてください。そしていつも暑い日も寒い日も本当にありがとうございます。これからもお気をつけてよろしくお願いします。はい、今一度ホンダドリームチームに大きな拍手をお願いします。今日はお越しの方ありがとうございました。午前中終わりました。いかがでした？その局によってその何だろう、色はあるけど、でも結局のところみんな安全とかバイクとか大好きっていう。でもさ、初めて支配員さんが出る前の何いっぱいこれをどこに持っていくかとか全部自分でコース作るって初めて知って、具体的にバイク その安全とか操作のところまで行ってるから、私よりバイクに乗るというか安全についてすごい考えてる。もうどこ行っても8体の話と MotoGP の話いっぱい今日出ますね。福島さん骨董品が現役です。すごい現役バイク MD すごいじゃん。14万ですね、これね。14万です、ね。10か2、20か。20もあるかもしれない。20で聞くな。神奈川県郵便局、はい、いろいろと巡ってまいりましたが、いかがでした？はい、座間駅前郵便局の局長の佐藤さんのお力添えのおかげで各タマレンさんに回させてもらったんですけど、さまざまな思いがあってやっぱり郵便配達の仕組みだったり守られてるんだなというのを改めて実感させていただきました。我々微力ながらですけども、配達員さんはじめ郵便局に働いている皆さんを、お力添えできるように、ますます頑張っていきたいなと思った一日でした。